定です。角度が変わりましたリフォームして全部外して、うん、もう一回つけるのがめんどくさくなったんでかなり簡易版を試しております。およければこのまま、はい、この角度で顔映らないのは嬉しいです。あと電源がいらないからこのセットだと外でもできます。まあ今までも外でもできますみたいなこと言ってて全然やったことない。そうだね。あ、じゃあこれの方がいい。今度バーベキューしながらやろう。おお、うん、無言じゃない肉の音だけお届け、うん、はい。で今回の内容は、はい、どうぞじゃあ開けててください。こっちも開けといてください。新潟県立歴史博物館で開催中です。平成29年度夏季企画展、はい、クイズと体験昔の暮らしに行ってきたような話です。イエーイ。企画展は2回目ですか。あのなんだ、友の会を抜けば。え、1回目やったっけ。にゃー展。あー、毎回この会話してるぞ。やったっけってもうね、覚えてられないんだ。そうだね、暑くて覚えてられない。いや暑いね。歴博涼しいからおすすめあ、しょうさき食べたし今日は暑いので、ちょっとアイスを食べながら司会進行を務めさせていただきます、うん、TBS、違った、BSN の石塚香織です今回司会その人だったね。その人だったよね。なんなの、なんか協賛がついた時、なんか最近だよね。最近だね、今までそんなにずっとなかったもんね、うん、アナウンサーさんが司会進行してくれる。最近ね、うん、やっぱり声綺麗だよね、ほーと思って見ております。ちょっとああニュースの人だって思ってワクワクする。俺なんか CM で、うん、あの人の名前流れてるの聞いてやるんだけど、うん、BSN テレビの、うん、石塚香織ですみたいなのをテレビの CM かなんかで聞いた覚えがすげえあるんだけど名前よく覚えてるあたりが多分言ってるんだよね。なんか一緒に行く旅行とかそういうやつじゃないかな。あ、ありそうありそう。じゃあ内覧会、内覧会じゃないな、普通に見てきた感想だ。はい、最初にこのパンフレットを先にいただいたんですよ。パンフレットじゃない、あ、もう言っちゃう、これプレゼント企画です今回。はい、はい、忘れないうちに言っとこう。そうだね、招待券をいただいたのでまたプレゼントします。やったー。ツイッターで応募ください。はい、結構応募来るよ。うん、ぼちぼち来るね。来るね。よかったね。ね、よかった、うん、ドリアンコーヒーもちゃんと人のところに来ました。まだ一袋残ってる。実はあるね。あ、じゃあそれは。でももう終わり、もう終わりましたって言っちゃった。ちょっと長引かせると管理が大変になるのですいませんと思って。じゃあ、かの国。はい、かの国。この招待券、期間が7月22日から9月3日まで、もう応募があり次第早めにお届けするので、間に合うと思いますが、はい、欲しいという方は、ツイッターで、アットイコロ、DM でやり取りをするので、ツイッターのイコロアカウントをフォローの上、うん、今回何でするの？欲しい、もっと欲しいって言ってくれれば。そうだね。ちょっと今アイス吹きながら言ったのじゃ、うん。白いの吹き出しながら言っちゃった。赤だけどね。はい、ツイッターのイコロ宛てに欲しいって言ってくれれば。うん、あのね、私そのツイッターの方のやり取りを担当するわけですけど、うんうん、何が欲しいか分からなかったりして困る。見ないでいいですかっていう会話が一回発生する。他に何かあったっけ。いや今まではドリアンコーヒーの時ってなんて応募くださいね。今結構クソリップくださいとかさ、普通にリップで欲しいって言ってくださいって言った気がする。あ、そうだ、欲しいってきて、うん、ドリアンコーヒーで間違いないですかって確認しちゃったねだって他にないよなかった、うん、いやあれが本当に欲しい人いるのかなっていうのも含め喜んでもらえたようで、うん、喜んでもらえたところか、あんなに細かくレビュー書いてもらえるなんて、ね、イコロに入らないかこちらもじゃあ先着でペアでお届け、はい、今回ペアです。2人で行って、2人じゃないや、家族で行ってもいいかもしれない、うん、しかも、うん、中学生以下無料だよねだっけ、うん、いや、あ、無料でしただよね、うん、高校大学生200円、うん、通常の常設展見るのと同じ値段だよね。ぜひおじいちゃんおばあちゃんと一緒に。そう、一番の感想がこれなんだっけ、夏休みの自由研究とかにいいんじゃないかっていう風になってるんだけど、うんうんうん、見た感想はじいちゃんおばあちゃんを連れて行け
若かりし日に使ったものを思い出して脳を刺激しよう。でもじいちゃんばあちゃんっつうけどさ、うちらの世代のじいちゃんばあちゃん、うん、じゃない内容的に。ね、この辺のなんだ農機具あたりはうちらの世代のじいちゃんばあちゃん、これとかね、言っていいのかな。ダメです。そう、これね、結構展覧会内でなぞなぞになって何に使ったでしょうってなってるので、うん、言いません、うん、でもこの辺のさ、炊飯ジャーみたいな言っていいんだな、これは。うん、それ炊飯ジャーじゃないけどね。保温器なんだっけ。それ保温器だね。なんか名前あったよね。炊飯器と炊飯ジャー、あれ一緒。炊飯ジャーか、ジャーでいいのか、うんうん、炊飯ではないな。炊飯はしないな、うん、保温ジャーだな。保温ジャーだ、うん、ギリギリ馴染みがない。うん、うんうん、ギリギリ35年前にギリギリあるかないかぐらいな、うん、は親世代だよね、うちらの。多分、ね、うちらの親世代がもうほぼ最近の小中学生のおじいちゃんおばあちゃん世代だから怖い世の中です。あと最近昔の暮らしは授業でやるんだって。あ、なんかそんなこと言ってた、うん、で冬場が多いからこういう展覧会やっぱ冬場が多くなるらしい。うーん、けど、うん、夏にやりました。理由とかあるのかな。やっぱ夏休みにやってたのかな。なかな、うん、展示の点数も多いし、うん、なかなか多いかな、まあ多いか、うん、結構うねうねしてるからさ、企画展会場が、まあ、まあそこそこ多いんじゃない、うんうん、あとあの喋って OK、うんうん、大声は出しちゃダメだけど、いやこれってぐらいに喋ったらもう OK だそうです。あと写真撮影も OK だって、うんうん、夏休みの自由研究用で、うん、結構嬉しい配慮だね、うん、だからじいちゃんばあちゃんを連れて行ってやれ。あと一部展示は触っても。あ、そうそう、うん、初めて石臼を回したよ。あ、よくバラバラになるのは見てるけど。そう、うちのあたりにもねバラバラのがね、庭石になってるじゃん。置いてあるんで。いや、なんか行く前に、なんだこれなんだろうみたいな、はいはい知ってます知ってますみたいなだったけど、行ったらほーって結構思って帰ってきた。半分くらいほーって思ったかな。うん、この辺とか知らなかったです。それはでも知ってた、うん、うん、若いからさ、世界不思議発見で見た。どこの国だよ。アルコールランプかなって思っちゃう。アルコールランプ最近使わないでしょ。なんか危ないとか言って、もう割れたら一気に燃え広がるもんね。うん、それが楽しいのにね。まつげなくなったとかいうのは楽しいのは確かにあるわ、うん、あとこの辺の何、塩かき、あ、うん、あ、三島なんだよね。そうそう、資料映像が、あ、資料映像が同時に隣で流れてるのがすごい分かりやすくていいなと思って、うん、今まであんまりなかったじゃん、うん、使ってる図の写真まではあっても、こう実際に映像なかったけど、こうちょうど時代的にギリギリ映像が残り始めてるんだよね。BSN だっけ、うん、共産してるのは。だからその辺から、はいはいはい、動画を持ってきてるらしい映像を、うん、なるほどね。 NST、 あ、テレビ局大体共産してるのか。うーん、テレビも役に立つことがたまにはありますな。なんかひどいこと言うよ。うん、あと、蚊帳に入れるコーナーとかあったので、うんうん、お子様は大喜び。蚊帳なんてこの間吸ったばっかりだな。捨てなかったら今回出せたかもみたいなのちょっとあったね、このお家は。俺がね、思い出せなくて。そう、これ俺も。そう、どっかで見てるんだけど。なんだっけなーって思って。多分ね、歴博で見てんだよ。あと、十日町とかの博物館に行ったりしても、うんうん、絶対見てるんだよね。これ知らなかった。私、薬箱だと思っちゃった。んこれ聞いたことある。カマジーがやってるみたいなあれだと思ってた。もう焼きそば入ってるやつ。まあもううちなんてこんなんじゃないですよ、うん、普通にあのすげのすげわらじゃなくて塔の枕がもうそこの中にごっそり入ってたからね。全部したけど。とかあれはせだから、うん、まあああいうことだよね。そういうことだね。あれは選挙の時のやつらしいけどね。うん、その辺はやってることは同じだよね。そうだね、人数すごいからってことはね、うん、家族みんなで、うん、うん、家族みんなで行くと面白いと思います。特に解説とかあんまりないから、うん、まあ、一応なぞなぞになっててあるけど、
これやっぱり年配の人出て実際に使った時の話とか聞くのが一番いいと思う。ああいいと思う。うん。か、あの隣にいる偶然やったおじいちゃんとかの話を聞き耳を立てるのが勝手に話しかけてくるよきっと今回。わかる。私あの話しかけられる率がすごい高いんだけど。清水氏はカニを食べないんだ。また。今回もなんか歴博に行くために話しかけられそうで怖いおじいちゃんがいたから私逃げ回ってた。あと以前に言った山本さん、歴史博物館の原因、うん、見ちゃったよって言われた。見ちゃったって何だ。見ちゃって何だ。ちょっとわかるけど。わかるけど。最初に言われたのが感想が、うん、鈴木会長のテープカットやっぱすごいねって言って。あ、もう一回差し込んだ方がいいかな。もう一回差し込んだ方がいい。そう。もう学芸員が認める素晴らしさ。うん、ちょっと今回もたついたっていう意見も学芸員さんからいただきましたが、前回美しかったんだよね。とかけて一礼。今流れてる。今流れてる。そっとかけて一礼。頑張って編集してください。はい。残ってたかな。そんなレベルか。うん。実際動画さ、サイズがすげえ大きいからさ、うん、もう使った端からどんどん消してってんだよね。残ってたら奇跡だと思ってください。前回の YouTube に上げたやつからなんかうまく切り出せばいい、うん、切り出せばいい。あの画像が荒い方が面白いから。うん。あとけん玉が遊べるコーナーがあったので、ゆたかあさんは行けばいいと思うよ。無双してくればいいと思う。おじいちゃんが俺できちゃうぜみたいなとこを隣でカカカカカってやればいいと思う。カカカカブーンカカカカスチャってやってほしい。いや、まあこんなもんかなっつって。いいと思う。それ絡まれればいいと思う、おじいちゃんに。まあそんなとこですかね。うん。はい。言って損はないよ。うん。損があるってなんだろうと思うけど。あともう歴博の常設展の抱き合わせで見てきて一日涼んでくれば、ね。涼しいよね。まあ、うん、今回の歴博の。うん。企画展特別メニュー食堂のやつ。さっき見た、ツイッターで見た。麻婆茄子定食でしたね。どうかかってんのか俺すごいな、ずっと考えてんだけどよくわかんないんだよね、やっぱり。多分ただの夏メニューだと私思うの。夏野菜メニューってことなのだと思う。今まで一生懸命考えてさ、そうそう、なんかこうかけてきてたのに、こううまくね、ここで諦めた。俺すげえ寂しいんだけど、それが。そうだね。それはそれ、これはこれなんかあるのかな、また別で。そこやっぱあれだな、てつさんの、また名前出しちゃった。てつさんのブログで報告を待つしかないな。うん、でも今回昔だと何に出す、雑穀自ら、釜飯、釜飯。あ、でも道具がじゃあないもんな、釜飯っつったら難しいよね。難しいね。じゃあマボナスでいっか。ないね、そうだね。でも妖怪展の時に、うん、ネバネバドロドロドン。ああ、妖怪と妖怪をかけてった。あとヒュードロドロのドロドロ。ああそういうことか。いや、そういうのもさ含めて、うん、麻婆茄子ちょっと分かんないんだよね。ちょっと分かんない。ぜひ企画展メニューもお楽しみください。そうですね、普通に夏に食べたいメニューでいいと思います。黒電話を回せます。うん。黒電話で使ってたら、ドイツ人の、うん、あれはなんだろう、インターンかなんかで来てるのかな。みたいな感じかな。お姉様に声をかけられ、完全に英語だった、うん。日本語が使えない感じだったもんね。うん、いやー久しぶりの振り返りでさせたね。でもびっくりした。言ってることは結構ちゃんと分かったから、自分によかったと思う。普段学芸員さんに囲まれてるから英語は通じちゃうんだよきっと。うん、日本人通じると思ってるんだよかなぁ、多分。その前にさ、おばちゃんたちにも絡んでたんだけど、うん、あの人。あ、ほんと、うん、絡めてた、うまく絡めてた。うん、まあおばちゃんは多分なんとなく勢いで絡めるんだろうね。マジ、私もそのノリなんだけど。じゃあなんとなく会話してたからさ、お、日本語いけるのかなみたいな。でも日本語聞こえないんだよ。日本語と英語が聞こえてくるんだけど、さきちゃんみたいな状態になってなんか通じてるみたいな。うん、うん、難しかったね。多分そういう勢いが大事なんだね。そうだね。うん。
すごい黒電話をいじりながら英語を喋るって面白いしかもそれカメラ回しっぱなしになったからね。あ、撮ってあるのか。そっか、うん、でも私のひどい英語はバレる。うん、ちょっと残ってたら。でもあれ英語力じゃなくて英語バイカーっつってたもんね。バイカーバイカー ET ミニバイカーバイカーそんなツボ。いや俺が言ってた。あ、そうだ。いやもう今日投げたしね。全然言葉出てこねえなと思って。うん、わかんないから。不意打ちされると全然言葉出てこねえわって。もうあんま喋んないなと思った。もっといけるでしょと思ったんだけど。いやー、不意打ちされるとわかんなくなる。ん、これはっつって。しかもね、うん、ドイツランド人だっていうのはね、うん、頭にあったから、ドイツ語なのかみたいな。中途半端に言っちゃうとよくない、ね、頑張んなくていい。そうそう、海外に外国語、ドイツだっけ。ドイツとフランス語やった。うん、全部覚えてないけど、イヒリベディヒぐらいしか覚えてないけど。突然の告白だよね。もう意味わかんなかったからな。I love you ですね。そう言えばよかったと思うよ。うん、イヒリベディヒとジュテームぐらいしかわかんないよ。そしてる中国はもう愛にしかないよ。ラブ&ピースですね。うん、ではそんなとこでしょうか。はい、応募待ってるよ。待ってるよ。うん、ただでいけるよ。うん、イコロの金で言ってください。まあ、俺自分も出してないんだけど。出してない、うちはもらってるだけだから、うん、送料だけですね。そうですね、うん、うん、あとちゃんと当選のお知らせをつけるよ。おお。あ、このタオル作ろうよ、タオル。うん、イコロタオル、あの、うん、なんとか工務店が出してるような、あの年末にそう配ってる、配ってる感じの紺色で名前が書いてある。ああ いいよね。あ、うん、あれつけようぜ。100本くらい作る。ね、作って配ればいいんだ。うん、タオルはいくつあってもいいからね。うわ、べちょべちょだ。大好きは片付けた。作るね、綺麗な方がいいなと思って片付けた。じゃあ、こんな感じで。うん、そんな感じでご応募お待ちしております。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょうど最後一口。